あら、あらあら、あらあら、へえ。ラブレター？ええ、とても情熱的な内容で、一度食事でもどうかと。ええ、つまりデートのお誘いってことですか？篠宮にラブレター、バカな男もいるもんだな。普段この俺を見て過ごしている篠宮だぞ。俺と比較すればその辺の男など喋る雑草にしか映らんことに気づかなかったのか。篠宮が相手にするはずもなかろう。デートするつもりなんですか？もちろんです。ペキ、血迷ってか篠宮。そんな顔も知らない相手の誘いにホイホイ乗るなって。勇気を振り絞ってこんな情熱的な恋文をくれる方です。きっと好きになってしまうに違いありません。バカな、そんなことが許されてたまるか。どうにかして篠宮を止めなくては。俺以外の男とデートなんて行くな。あら、あらあら、私が他の人に取られちゃうのがそんなに嫌なのですか？おかわいいこと。告白同然の行為。俺が篠宮を好きだと言っているようなもの。それは、それは絶対に避けねばならない。本当に言っちゃうんですか？とても楽しみですわ。一見節操のないただの恋愛脳にも見えるかぐやの行動。行くわけないでしょうが、この子脳に花を開いてるのかしら。無論ブラフ。この私をデートに誘いたいなら、国の一つでも差し出して初めて検討に値するのよ。誰が好き好んで慈善活動なんてするもんですか。篠宮とて喋る雑草とデートに行くなどごめんである。これはあくまで白金に引き止めさせるのが目的の戦略。恋愛頭脳戦。プライドの高い両者において自ら告白するなどあってはならない。ならば己の知略と技術をもって相手に告白させる以外にない。自然に阻止する方法はないのか考えろ。問われる知性。無駄です。私は会長が神戸を垂れて素直にお願いしない限り絶対に取り消したりしません。巧妙な策略、それが恋愛頭脳戦。二人の間で繰り広げられる決闘なのである。篠宮、生徒会長として不純異性交友は推奨できないぞ。絡めて。一個人ではなく生徒会長として意見すればダメージはない巧妙な切り口。大げさな。食事に行くだけですよ。判断するのは教師だ。停学処分ということも十分があり得る。どうしても行くというなら。そうだな、俺から教師に話を通しておいてやろう。教師チクリ。その効力は絶大であると同時に、使った者は卑怯者のレッテルを貼られかねないリスキーな選択だが、白金は名誉よりも篠宮のデートを阻止する方が重要と判断。その覚悟はかぐやにも聞いた。まさか会長がそんな禁じ手を使うとは。ですがこのまま貫き通す。構いません。それが真実の恋ならば私は退学だろうと受け入れるつもりです。退学。真実の恋ならば身も心も捧げる覚悟はあります。身も心も。潮金に大ダメージ。バカなこと。バカじゃありません。熱烈な愛を伝えてきている人です。退学も覚悟で答えなくては不義理ではないですか。ふざけるな。だったら俺がお前に告白。仮にしたら、仮にだぞ、その男のことは忘れるのか。可能性はありません。その程度のものが真実の恋ね。他の男に言い寄られた程度で忘れられるものが真実の恋のはずがない。可能性はあるって言っただけじゃないですか。そうかそうか、ご大層な恋だな。私が心配ならなりふり構わず止めるのが道理でしょう。もう知りません。本当に行くんですから。泣くほど情熱的に告白でもされない限り本当に行きますからね。会長。バカやバカ、誰かのものになっちゃうなんてやだ。退学なんてやだ。本日の勝敗、
かぐやの敗北。それが真実の恋ならば、ラブレター。身も心も捧げる覚悟はあります。告白は男の役目なのかな。会長、私だって恋の一つもしてみたい年頃なのです。